ひひひ、見てこれ、ね、綺麗なピーコック、おっぱい、ナイスな魚体。ハードさん、ここのやつちょっとサイズアップするね、シャローでボイルで狙うやつより。やっぱ大きいのは、うん、サイズも、へえ、ああ、もうほんと日替わりでいい時はポンポンって釣れるし、あちょっと寒すぎて、さらにコール、あーシェードでコールド、10時半ポイント2アワーぐらい、あいや、ハードさん超ベストタイミングで入れてくれてる、オーケー、はい、うん、あーノーヒットだった。あーそうなんだ、はい、うん、今の流れだったらもしかしたら45ぐらいの出るかもしんないね、40まで送った、よし、おっしゃ、うー、ベビーシャットに来ましたぜ、引く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 、ちょっとねここのやつは元気だから回れるかな、これは取りたい、これは取りたい、あ、スモールサイズ、オーケー、スモールサイズ、はい、釣れましたよ、スピリングタックルでベビーシャット、シャットでね今2匹ぐらい釣れたからどうかなと思ってね、投げてみたら小粒のやつが、でもね綺麗なピーコックから出てる、はい、じゃあね、逃がしてあげたいと思います、はい、ありがとう、ベビーシャットで来ましたぜ、わ、中層に今ごっそり、今すごい量だよね、これ見えないぐらいのところだけど、
だからシャットでやっぱり沈めてなんだ。結構ちょんちょんってやって止めて、ちょんちょんってやって止めて、止めの時にガン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 ってくる感じ。なんか動かしっぱなしじゃなくて、ちょんちゃっ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 ちゃぐらいのリズムで、なんやかんやいろいろ投げてるけど、釣れるのはやっぱキワキワうまい角度で通り過ぎた1メートル後とかだね。止めるっていうと語弊があるんだけど、ほんとこんぐらい、こんぐらい、トン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 で止めるっていうより、ただこのトントンの後のトンでガンって食ってくんだけど、なんかチャッチャってグラスラトルの音出して、チャッチャッガバって感じで、そのチャッチャにハッてして、多分もしかしたらくっちゃえって感じなのかもしれないけど、今最初来た時のゴミが流されて、すげえチャンスなんだけどね。投げやすいというか、こういうボイルのないタフな時の方が絶対に逃せないって、集中力が上がるからね。タカナアイコン入れてみましたけど、これねやっぱ中層の全部ベイトの群れ、このベイトの群れにね、たまにピーコックが突っ込んで食べてるみたいですね。よっしゃ、おお、引く、シャッドだったね。おお、いい引き、いい引き、さっきよりシャッドだけどいいサイズかもよ。ううナイスファイト、この中層に映ってる。うわあ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、ナイスサイズ、ナイス。回せるかな、やべえな、ハワードさんの、ふぅ、イエーイ釣れた、サンキューベビーシャット、ラッキークラフトのね。それでスピニングでチャッ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 ってやってたらガーン、ね、これまたサイバーフィッシングで場所情報残しておきたいと思います。はい、こんなタックルです。ベビーショットディーパーでね、今ハードさんベイトの群れ掴んでるんだけど、俺の方でもね、このディーパーでシャープね探しながらやってたら、元気なピーコックが釣れました。ディーパーシャープ大活躍、はい、嬉しいね、ハワイの元気なピーコック。皆さんもぜひアウトドアクエストにね、チロさん、はい、ハワードさんに乗ってみてください。はい、これでそっか、カメラで記録を残す。釣れたよーって、はい、釣れました。ローディングして、これキャッチしたやつなんだね。
使いながらですけど、こういう感じでねキャストしてキャッチしたところはこうやってミドルで表示されるということで、これサイバーフィッシングね。でディーパーの画面にしとくと、あ今水にちょっと使ってないから、あこれでそうつけて、でディーパーを選択、水につけるとディーパー出てくるからディーパー選んで、はいディーパー、結構ハワードさんがここには今ベイトフィッシュがねいっぱい刺してるからちょっと投げてみろって言って連発してるんですけども、実際にねディーパーの画面でも結構ねベイトの群れが映って、そんでもってねなんかやっぱベイトの群れがいっぱい映ったなんていうタイミングでシャッドとかで食ってるからね、いやーなんかすごい釣れてますが、引き続きもうね中層にベイトの群れが映って、そのちょっと上から食い上げてきてるんだと思うんだけど、うん、はい、というわけでね、ハワイ遠征編いろいろ動画を作っているんですけども、今回ねちょっと役に立った道具の説明っていうことで、ルアーはねちょいちょい紹介してるんですけども、であとね今回アブからズームサファリって竿をね、借りていったので、それの動画なんか作ってみたんですが、まあズームサファリはね早めに返してくれってことなんで、もうねアブに送り返したんですけども、その他のいつも使っている道具でいくと、まずですねベイトタックルが、今回はねリールはこのグラビアスね、替えのスプールがいっぱいついてるから、これねフロロカーボンライン入れてるんですけども、これの他に PE ラインを入れたものとか、あとちょっとね太めの糸を入れたものとか、スプールをね別に持っていって、で比較的まあなんか早いペースでこう巻き上げる釣りが多いので、ハイギアのねこの赤いね差し色が入ったハイギアモデル、これを持って行って、でシャッドで2匹ぐらい釣ったかな、そんな感じでね使っていて、でロッドがですねこれバリトゥードっていうねモンスターキスのシリーズなんですけど、 MV っていうシリーズですね。で本来だったらこれついでついで 5.5 フィートになってこんな感じのグリップになるんですけども、道具の説明のところでですねMX6 グリップ装着ってね書いていたと思うんですけども、こっちがね MX6 のね前のタイプのグリップなんですね。まあまあもう見ての通りこんな感じでちょっとね短くなるので、こっちの方がよりコンパクトにねシャッ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 っていう釣りにやりやすいなっていうことで、本来だったらこのグリップがついているんですけども、今回はこっちのグリップを装着、そんなことできるの、そんなことができちゃうのがモンスターキスのいいところで、このブランクのバット部分の直径をですねここのね大きさ全部合わせてあるので、例えばこの違う竿なんだけど MX6 のねグリップにこうやってつけたりすることができちゃうっていうことで、この逆もまたしかりで、例えば、MX6 のブランクにこの MV55 のグリップをつけて、またちょっと違った感じの、少しグリップエンドを長くして腕の保持をですね、ガチッとね取ったりとかね、そういったね微調整ができるよっていうことで、今回ね MX6 のブランクは持っていかなかったんですけど、ブランクス部分はこちらのですね MV55 のブランクを持っていって、でこのグリップを調整することによって、その釣り場のねよりシングルハンド寄りの釣り、ちょっとね力入れて投げたいななんていう時はこの従来のね MV55 の、グリップ、こんな感じでね、使い分けたりしております。そんでもってスピニングの方がですねズームサファリと、あとねこれねレジットデザインとルアーマガのコラボのですね竿で、結構ね前に発売されて、でバーッとね、買って売り切れて、もうね多分ちょっと買えないんじゃないかなと思うんですけども、3本継ぎで
で継ぐと、5.9 フィートになって 10g のルアーまで投げれるよっていうね、そういったスピニングロッドなんですけども、まあなんというかね、結構ない。でだからズームサファリはすごいね、あのコンパクトになって、で継いだ後も、短い、ね、レングスに収まるっていうね、そういうねコンセプト、そういうロットがね、まあ、最近はちょっと増えてきたかもしれないんですけども、ここら辺なんかね軽くてね、だいたいやりたい釣りはできて、でまあなんだろう、丈夫でずっと使ってるんですけども、レジットデザインと、ルアーマガのねコラボのねロットね、今は確かルアーマガとメガバスのコラボレーションでスピニングのロットとベイトのロットがね、確か宣伝していたので、あんなのもね面白そうですけども、まあ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 、ちょっとあれハイパワーなんで、自分はねこのねちょっと何でもワームとか小さいものまでできちゃうよ、プラグもいけちゃうよって、この竿がお気に入りで使っております。で、リールが今回はこちら、コンプレックスのね CI4 ってね、こんな感じのリールに P ラインね、これ8本寄りのもの、これはお正月のセールでなんかすごい特売で安く買ったね、P ラインで、あの色が入ってるんでちょっと海釣りとか用なのかもしれないんですけども、まあまあまあどっちでもいいやっていう感じで、 P の 0.85 を入れて、でコンプレックスのねこのシマノのリールでやっておりますが、あまあね最近本当ルビアスね新しいやつ買ったんで、まあ、ここら辺の軽くねまとめたいっていう時に、まあもちろん従来のこのコンプレックスも使っていくんですけども、今後はね軽さ重視で、まあ比較的コストパフォーマンスに優れていて、軽量なねルビアスもね動画の中でよく出てくるようになってくるんじゃないかななんて思いますが、まあこんな感じでね、まあ紹介したところ以外のね、ズームサファリとか以外だとここら辺を組んでボートに乗せております。それであとね今回海外調光っていうことで、これねディーパーを持っていきました。ディーパーと、でそのディーパーね、日本で取り扱ってるバティックビジョンのアンドレスから預かったね、このねサイバーフィッシングってね、このねなんだろうっていうね電子機器を2つ持っていって、で動画の中ではねこれにこうビニールテープでこうやってつけてる映像なんか映し出されていたかと思うんですけども、本当はねここにねゴムでねパチンってね止めるんだけど、そのゴムを大切にですね、あの箱の中にしまい込んでそのまま日本に忘れていくっていうね、そういうね、事態になったんで、急遽ねちょっと現場ではこれせっかく持って行って使ってみたいなと思ったんで、ビニールテープでねここにこうつけて使っていたんですが、まずはねまあつけたことによって不快な感じっていうのは全くなかったですね。ただまあPラインなんでちょっと糸がふけた時とかにたまにポロッとね糸がかかったりすることは何回かありました。まあピッて取るだけなんですけど、まあそんなことがありましたっていうことで、で、まあディーパーとサイバーフィッシングなんですけども、いいのがねこの携帯電話にね全部ねログとして情報が残るから振り返りしやすいっていうことで、まあ、例えばこのディーパーのアプリね開くとですね、まあ今ディーパー電源入ってないんでこうなんだろう繋がってはいないんですけど、この履歴っていうところで全部こうね、どういう釣りをしたのかっていうのが見ることができるんですね。例えば、ハワイのこのアメリカ合衆国の、ワヒアワってこれだね、こう開くとですね全部その日に撮ったログがこうやって地図でねどんどん記録されていくっていうことで、このねノースショアに行く道すがらにあるんですけども、結構ね断続的にねいろいろなところで使ったんですけども、まあこう使ったデータが見れるっていうことで、普段ねあのガイドさんが足元に魚群探知機を置いていて、それでもって的確なね場所を案内してくれるから、まあその、ここら辺でこういうルアー使ってっていうことで、やる、まあそれでね十分釣れるんですけども、まあ例えばこのディーパーを持っていったことによって良かったのは、後半ねずっと今回の動画でもやった橋の下のポイントってね、ところでずっとやったんですけども、例えばですねこれ地図で、はい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 、ここですね橋の下のポイントで、あれが結構後半だから後ろの方、あ出てきたな、ここら辺かな、
介してみると、もうねだいぶね固定マップもね何回も行ったり来たりしたんで生成されてきてますが、これもうめちゃくちゃベイトがいるんだな。他のところでもねかけていたんで、ああなんかあんまり魚映らないんだなーなんて思ってたんですけども、このね橋の下に行ったら、状況が一変して、で魚もね実際によく数もサイズも出たんですけども、あなんだろう、暑い湖の中でやっぱ橋の下で日陰になって小魚が過ごしやすかったんですかね、橋の下に行ったらめちゃくちゃベイトが映るんですよね。このベイトが映らない時は全然釣れないんだ、当たり外れが結構激しいから。だから例えば早朝の出発してすぐの時間帯はまだ湖も冷えているから実はあそこ釣れないんだ。で後半のね船が上がる前後の時間ね、ちょっともう太陽も上がって周りが暑くなってきたら、こうやって橋の下にベイトが差し出して、それでもね釣れない時は釣れないんだけど、釣れる時はね結構パタパタって釣れるんだよなんて教えてくれたんですが、まあ実際にね魚群探知機これディーパー当ててみて、釣りの時間はおよそ半日ぐらいなんですけども、ただすごい暑い中で釣りしているので、こう集中し時、常にこうずっと集中してやってるとねやっぱねクラクラしてきちゃうんですよね。そこでまあこのディーパーの情報がちょっとね役に立ったなっていうのは、まあ橋の下でまあ十分涼しかったんですけども、映らない時はこう全然ベイトの群れ映らないんですよね。うん、でこれでこうさーっとねベイトの塊がわさ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 って、まあ要は魚群ですよね、こういう感じね、こういう感じで中層に魚群がバーって捉え出したら、そこでねシャッドを集中してチャッ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 って首振らせるとガーンってくるんですよね。ああそうなんだと思って、ここまでねちょっと海外で魚群探知機とまあ、あーこれ持ってきてよかったな、リンクしてんなこのデータとっていう機会ってねあんまりなかったんで、今回ね改めてねずーっとね序盤から、かけてみたところ、その集中し時の捉えるのにね すごいね役に立ったなっていうのがね印象として残っております。こんな感じでわーっていない時はいないんだけど、こう急にね魚群の群れが入ってきて、そうするとそれにピーコックもついてきてるんですかね、あガン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 ってね、小さいミノを投げると釣れ出すっていうことで、まあそんな感じでねこのねディーパーがまず役に立ったよっていうことで、またねちょっとね次行く時持ってこうかなって思うんですけども、まあこのコンパクトなこれとこれのセットでね魚群探知機として使えちゃうんで、まあ海釣りとかね渓流の深みここ大丈夫かなって探る時とかね、まあ結構ねちょいちょい使うんですけども役に立ちました。そんでこのサイバーフィッシング、これなんだろうってねよくわからないで持って行ったんですけど、まあアプリはねとりあえず入れて持って行ったよっていうことで、この前ね一回ご紹介しましたけども、これもねアプリと連動して、前のデータが遡ってね見ることができるっていうことで、こう開くとですねバッとアップになって、でさっきのね例えば魚群探知機で固定図作ってたところ、まあここでねこういう感じで黄色いところがキャストした場所で、この緑色のねアップにすると分かるんですけど、緑色の点がキャッチした時で、キャッチした時自動にキャッチしたよってこれが認識するわけではなくて、この、ロトセンサーピッてねスイッチを押すと、まあ、写真撮るモードになって、そんでこう写真を撮っておくとこうやってね これ釣ったのここかっていうのがね一目瞭然で分かるんです。これにもうちょっとルアーとか写し込んだらですね、もうちょっと分かりやすい、これなんかねちょっとルアーも、ベビーシャットで釣ったよっていう感じでね映ってるんで、これがねずっとねアプリ上に履歴として残していけるので、本当まあ次回行った時のね、あそっかこん時でさっきのディーパーの情報と、合わせると水温は何度ぐらいでとかね、そういったデータが一目瞭然でこう残ってるんで、あん時で何時頃だったからまあ、ここら辺のデータかなみたいな感じで、これね橋で、
あ、そっかそっかそっか、水温25度で、まあ、この時あの減衰してなかったから7メーターから6メーターぐらいのフラットな状態で、そんでこのベイトの群れが刺していたんだな、なんていうのがですね、こう一目瞭然で分かっちゃうっていうことで、まあ、ここら辺両方使いこなしていくことによって、こうどんどんね自分の釣り日記がね、スマートフォンにこうやって増えていくのかなっていうことで、なんだろう、まだねこれをじゃあどう生かしてね、釣果を増やしていくかっていうのはまた、今後ね考えていこうかなって思うんですけど、とりあえずまあよく使う竿にはとりあえずつけてみようかな、ゴムでね、ちゃんとゴムでね、あのビニールテープちょっとこことかベタベタになったりするんで、あんまりおすすめはできませんっていうことで、まあまあまあこんな感じのね、電子機器、あとはこういう、まあ最近ねほんといろんなメーカーのいいねコンパクトロッドどんどん増えてきてるんで、まあレジットデザインはじめですね、メガバスピュアフィッシングはもちろん、シマーノとかね、ダイワとかね、もうほんといろんなところからねいろんなロッドが出てるんで、まあただハワイにおいては結構ね、なんだろう、内陸の淡水釣りにおいてはあのもう怪魚っていうよりもね、比較的ライトな釣りになってくるので、こういうね細身で軽快で、まああと一日中振り続けて、疲れないバランスのそういったタックルを何か、準備してね行くといいんじゃないかな。ちなみにあのハワイのね、あのアウトドアクエストっていつもあのお願いしてるガイドボートでは、ガイドさんのね、あのもう現地のツレツレの、ロッドリール、セット、もちろんルアーもね、準備してくれているんで、あの手ぶらでね、行ってでガイド依頼して、で湖に行くか迎えに来てもらうかのコース選んで、でもねあのガイドさんのタックルでね十分ね釣れ線のもう毎日釣りしてる人たちなんで、一番釣れるルアー投げさせてくれますんで、そういうのがまずあって、ただねあのやっぱりそんなね、あの自分のタックルで釣りたいなっていう時はこういうねトランクとかに収まるサイズのコンパクトなね、道具を持っていくといいんじゃないかな、なんていう風に思います。というわけでね、あの引き続きまたねなんか面白いね、こういうのが役に立ったよみたいなのあったらどんどん動画にまとめていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は、ハワイでね、ピーコックバス、まあ、絶好調だったやつね、でこんな、その他ねあの今まで紹介した以外だとこんなタックル群で、攻めてみておりますっていうね、こういった動画でございます。はい、釣り子 TV でした。